33分になったら電話かけます。マジスカさん、トートイギフト、イトちゃん、松花堂弁当さん、結婚してギフトありがとうございます。柴犬さん、ゆうちゃん可愛いギフトありがとうございます。王さん、結婚してギフト。赤色サートさん、可愛いギフト。おいでます元気さん、ファイトありがとうございます。よいしょ。ではもう電話をかけたいと思います。早速ですが、誰でしょうね。みんな予想してますけどね。ちょっと待って、じゃあ行きますね。あなたは待って、これ急に言うの意味が、あなたは誰ですか？テンションやっほー、どうも、やっほー。今ね、うん、トラピッドのね配信ね違う携帯で見とる。あ、そうなん。うん、見とる。こんにちは。こんばんは。こんばんは。テンション高い。まあね、何をってなるじゃん。ちょっとね、超重大っていうあのラーメンをなんか歩いていい感じに歩けるあのオーディションなんですよ。そうですね。はい、なので皆さんお願いします。はい、お願いします。お願いします。池田のメールかなんかでは言うとったよね。うん、そう、池田のメールを取っとった人はちょっと知っとったよね。うん、そうそうそう。何ラーメンって、あ、ラウェイがラーメンに聞こえたって。あ、もうあれだ、イメージ。え、そう、もうあれですね、いいじゃん、ラーメンのイメージついとるのいいじゃん。いや、なんかね、イメージがついたらね、ちょっとなんかたまにあれになってくるっていう。いや、いや、嫌ではないけど、なんかちょっとわかる、この気持ち。どういうこと？ラーメンキャラは嫌。キャラはいいよ、うん、キャラってなったらちょっと申し訳ない気分だよっていう。出た、申し訳ないシリーズ。シリーズじゃないこれは。いや違う、この人はね、本当にね、何でもね、申し訳ないとか言うんですよ。いや、ほんまに思っとる時しか言ってない。何やったっけ、豚肉がどうのみたいな言ってさ、豚肉は安いとか言って豚に申し訳ない。そう、あの卵とかめっちゃ安く売ってるよねとか言って、卵に申し訳ない、その卵に申し訳ないよねとか言って、いや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 みたいなさ。申し訳ないじゃん、だって。なんかもうそれが嘘くさすぎて、サラはもうそれを申し訳ないシリーズって呼んでるんですよ。最初は、そう、最初は信じとったけど、もうしつこいから。だってねえ、申し訳ないじゃん、そんな。思ってないじゃん絶対。いや、思っとるほんまに。いつもなんかさらに喋りかけてきて、なんか言ってくるんですよこの人は。さらになんか言って、ちょっと経って、もう結構もう10分とか経った後に、サラピさっきのこれはさ、そういう意味じゃなくて、これはサラピに対してこういう風に思ってるとかじゃなくて、こうこうこうだからみたいな、申し訳なくなってきた。そうそう、だけその10分間はずっとそのことを片隅にながら喋っとる。そう、それをいろんなメンバーとかいろんな人に言っとるのをよく聞くっていうね。そうそう。でもこれはさ、ゆらだけじゃなくない？しーちゃんとかもじゃない？
あ、でもその2人じゃない？うん、その2人、うん、なんなん？ちょっとね、分かるんよ、それ。その2人がね、そうやってね、やる、言うんですよ。そう、言うんですよ。2人の面白いエピソード、面白いエピソードはなくない？ある？え、ある、何？あるよ。何？何？え、ちょっと待って、ちょっとこれ LINE で言ってもいい？どういうこと？待って、面白いエピソード、面白いエピソード、はい、ちょっと言うんですけど、面白いエピソード、うん、サラピッチにちょっと前に泊まりに行ったんですよ、うん、泊まりに行って、うん、で、なんかユラがシャワーをこう使っとって、うん、でそれでちょっとその外ら辺にサラピとかおって、うん、で、なんかシャワーのなんかあれ、シャワーの圧がすごいみたいなうん、でもユラは全然そんなこと思ってない、あれが通常運転なんユラ、うん、え、違う、なんか違う、いや、水圧がなんかそんなに強くしたら体痛いんじゃないかレベルの水圧の凄さで、この人シミサラも泊まりに来てたんですよ、その時。そうそう、で、シミサラとサラで、え、強くないっていういや、あれがマジ通常運転なんだけど、なんかみんなに言われたけん、うん、あれなんだって全然面白くないやん。面白いじゃんいや、マジで強いよ、ほんまに。うん、でもそれサーヤンにも言われたんよね。あー、前ホテルとか一緒で。そうそう、だって強いもん。なんかもういっぱい、やばい、マジで。なんかその時多分サーヤンも配信しとって、うん、なんかその配信に音が入るレベルのシャワーの強さだった、うん、いや、本当に強すぎてびっくりした。そう、っていう面白いエピソード。別に面白くは面白くはないけど。いや、面白いよ。え、あとはなんか普段のなんか、うん、なんかどうもない話が面白い。あ、うちらの？でもそれはもう説明できんやつやろ。え、そう、説明できん、なんか別にどうとかじゃなくて、なんか普通に面白い。あ、ずっとうちらに密着カメラがずっとおったら見せれるようなあれってことよね。なんか何を話すとかじゃなくて普通に面白い、うん、あとめっちゃ喋る。あと、うん、サラピとのなんか笑いのツボが一緒。あー、そうって思うそう、笑いのツボが JK サラがそう、笑いのツボが JK ならしいです。そう、JK がね、まだ残ったんよ、高3で入ったけ。そうだね、高3で時が止まっとるかもしれん。ユラも止まっとる、高1で、世間 JK そういうことらしいです。そう、まあ JK なんで。そう、まだ JK という、でも JK に見えるよね、まだ全然。誰が？サラが？でもなんか20歳って言われたら、ちょっと今ね配信見とんよ、無音でサラピの、うん、二十歳って言われたら、あ、二十歳ってなるし、うん、高校3年生って言ったら、あ、高校3年生かってなる。どういうこと？なんか、あ、え、でも池田も、まあ中3って言ったら中3よ。え、それはおかしいやろそれはやばい。いや、別に中3って言ったら中3。え、でもね、ユラはなんか、うん、女子田中あまたとか、うん、あの愛子寺とかの そっちの、うん、愛子寺のなんだっけ、ユニット小路なんだっけ、高崎愛子とか、うんうん、そっち系のちょっとなんか、ま、なんていう、綺麗系みたいな、うん、ユラはなんか、まああれじゃん、しーちゃんとかさ、ユラとかさこちゃんとかなんか子供系じゃん、うんうん、まあそっちに行くんで待っててください。どういうこと何そっちに行くんでって、まあ、そっち の、うん、あの綺麗系とかなんか大人系みたいな、うん、そういう感じ。あ、子供枠で行くってこと？いや、子供枠はいかんよ。どういうこと？そっち系って何？そっち行くけ、ちょっと待って。あ、こっち？あ、そうそうそう。あ、こっちね。あ、なるほどね。あ、今は子供系やけど、あの、そっちの吉田の川端とか高崎綾子部類に入っていくよってこと？あ、なるほどね。あ、なんでだって？いずれ入っていくけん、待っとって。お、わかった。うん、待っとって。
らしいです。皆さん、そう、大人になるんでお願いします。はい、こんな感じです。この携帯で星投げしたいと思います。ありがとうございます。 SMS 認証はされてますか？電話番号で登録してないとちょっとあまり意味がないですけど。どうなん？はい、あ、有料ギフトなら意味あります。あ、じゃあ有料ギフト投げます。アカウントバレるよ。あ、そっか、うん、じゃあ自分の携帯で後で。あ、待って、でも自分の携帯投げるのだった。じゃあいいよ別に。みんなにバレんところで投げたいと思います。いや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 、バレる時間に、今だったらバレる。やめなよ、バレる時間に。じゃあ、あ、そうね、お互いそうね、動画とか撮っとるのあるけど出してないの多いよね。うん、写真とか。 あるよ動画。そっかな、あの動画春夏の時の。あ、今日出しますか？今日出そっかな、この後出します。そう言ったらもうあれよ、言ったらもう載せんと期待外れになるよ。9時台に出します。皆さん、あ、私の動画を出してくれるらしいです。じゃあサーブ池田との何かあったら出すね。うん、ちょっと待ってありがとう。え、何、次のサラピの配信何時？あ、待って、じゃあ調べる。じゃあそこの付近で出します。21時35分です。あ、じゃあ21時30分ぐらいに出します。 ありがとうございます。こんなたくさん喋っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。じゃあね、ありがとうね。応援お願いします。バイバイ。ありがとうね。バイバイ。はい、ということでした。池田ゆらでした。なんかすごいギフト来とった。マジスカさんいいね。あ、なんかギフト消えてきよる。柴犬さんいいね。まさぴょんさん、猿モンキータワー、ありがとう。マサピョンさん、ありがとうございます。セリアさん、パーシモンさん、トムトムさん、奥行さん、ゆうちゃん、さしゆきさん、なんかギフトどんどん消えてった。ありがとうございます。たくんすけもんさん、みなさん、あ、やばい、固まる、固まっちゃう。もう44分なのに固まっちゃう。岩沢さん、ゆうちゃん、マークさん、ありがとうございます。え、タワー3本分。マサピョンさん、ありがとうございます。ちょっと待って、ショコラさん、ニャンさん、おいでませ元気さん、ひなたさん、セディアさん、ゆうちゃん、しばけんさん、マジスカさん、あさかさん、消化道弁当さん、赤色さん、とさん、王さん、マサピョンさん、ありがとうございました。たくさんありがとうございます。皆さん本当にこんな感じでございました。1分延長なんで。こんな感じでした。次は21時35分からです。おとさん、ありがとうございました。さん、ありがとうございました。